南丹ヤギサッカースポーツ少年団です。私たちは南丹市八木町で活動しています。サッカーの楽しさをもとに技術や体力を身につけたり、仲間と一緒に成長できるように取り組んでいます。試合や合宿、いつも熱戦と笑顔あふれる親子サッカー、クリスマス会などの楽しいイベントもあります。イベントなどを通じて考える力や自主性を大切に活動しています。代表の北尾です。南丹ヤギサッカースポーツ少年団は1992年に創立してから今年で30周年を迎えております。南丹市亀岡市在住の子どもたちを中心に活動をしております。現在小学生からキッズまで約40人の子どもたちと6人の指導者で活動をしております。サッカーの楽しさや厳しさ、仲間の大切さ、相手を思いやる心を大事にしながら指導しております。子どもたちだけでなく指導者や保護者の方たちと共に成長できる団の雰囲気づくりを心がけています。練習は毎週土曜日と日曜日午前9時から11時半まで、八木運動公園や八木東小学校を中心に活動を行っています。活動の対象は年少から年長さん、1年生から6年生までです。リーグ戦やカップ戦、トレーニングマッチなどに遠征することもあります。サッカーを通じて体力や集中力をつけることができました。たくさんの経験を通して成長していく自分を実感できたことです。南丹ヤギサッカーではホームページに活動様子や予定を載せています。サッカーに興味のある方は見学や体験も自由です。僕たちと一緒にサッカーをやりましょう。サッカーが上手くなりたい人、体力をつけたい人、友達を増やしたい人は